1927年、KLM オランダ航空フォッカー F8、墜落事故とは1927年8月22日に、KLM オランダ航空のフォッカー F8 が、ビブ垂直安定版、または、ラダーの構造破損により、ケント州、アンダーリバーに墜落した、航空事故である。事故機は、サリー州、クロイドン発オランダロッテルダムバールハーフェン。 空港行きの国際定期便として運航していた。乗務員二人のうち一人が死亡し八人が負傷した。事故機は、フォッカー f 8 h ナズ c n 4 9 9 3であった。この航空機は1926年に製造され、1927年6月24日に、KLM オランダ航空に就航した。1927年8月27日、h ナズは、 クロイドンを午前8時7分に出発し、ロッテルダムへ向かった。事故機は、乗員2人、乗客9人、郵便物 13kg、貨物 144kg を積載していた。離陸の約10分後、ビブのネジを止めている、テンションワイヤーが壊れ、ラダーとビブ垂直安定板がもぎ取られた。 これにより事故機が操縦困難となり、事故は避けられなくなった。事故機はアンダーリバーのセントジュリアンズと呼ばれる大きな家の敷地にある数本の木の頂部に激突した。メカニックがエンジンのうちの一機がぶつかった時に死亡した。パイロットと乗客7人が負傷した。ビブ垂直安定版トラダーは事故機の残骸から 1km 以上離れた場所で回収された。 自己機への損害は68,985.07と評価された。ありがとうございます。